玉絵はマウンテンプック1による日本の漫画。漫画タイムキララフォワードにて2016年6月号より連載中。女子野球が女性らしいメジャーなスポーツとして認知されているという設定になっている現代日本を舞台に埼玉県越谷市から全国高校野球大会への出場を目指す美少女たちの青春を描く。 著者が得意としている百0号漫画の要素が作風に反映され、中心人物となる当主、英人と保守、玉姫のバッテリーとしての信頼関係を同性の恋愛関係であるかのように描くなどして、少女たちの可愛らしさと野球漫画としての骨太さを融合させた作風が構築されている。2020年4月から6月まで ATX 他にてテレビアニメが放送された。 舞台は埼玉県越谷市。鋭い変化球を得意とする武田栄心は、中学時代は変化球に対応できる保守に恵まれなかったために、積み重ねた特訓の成果を発揮することができず、中学を卒業する際には女子野球の道を一旦諦める。しかし、制服が可愛いという理由で選んだ進学先の新越谷高校で、 幼い頃から野球で遊ぶ間柄だった山崎、玉姫と再会したことをきっかけに、女子野球部でバッテリーを組むことになる。玉姫は、競合チームで保守としての実力を磨いており、魔球とも言われる、栄心の変化球を保育せずに取ることができた。新越谷高校はかつて女子高校野球の強豪校であったが、野球部は過去の不祥事による活動禁止期間中に、 ほとんどの部員が退部しており、彼女らは一年生の部員を中心に、ほとんどゼロからチームを作っていくことになる。未練あって、活動停止中の野球部に残っていた、先輩、中学野球の経験者、初心者だが才能ある者など、経験も実力もバラバラな女子高校生たちは、練習試合を重ね、友情を育みながら、チームをまとめ上げ、全国大会の地区予選に出場する。 恋の甲はテレビアニメ版の声優。縁の甲は舞台版の俳優。英心や玉姫など主要登場人物が通う女子高校。モデルはアキラ高等学校。野球部の人々野球部はかつては強豪校であったものの、成果が出ない状態が何年か続く中で、先輩後輩の上下関係やしごきが理不尽なまでにエスカレートし、物語開始の前年には練習中の 暴力沙汰に発展して対外試合禁止及び活動自粛のテ部処分を受けていた。物語開始時点ではテーは解除されており、不祥事を起こした当事者も野球部を去っているが、他校の生徒からはダーティーなイメージを持たれている。テ部中にほとんどの部員が去り、廃部にならないよう、霊、リサのみが名義を残していた中、栄心、玉姫、川口姉妹の4人が、 キャッチボール部として活動を再開し、その後思いがけず、実力や素質のある部員が集まり、向上心の強い稀の参加を機に、全国大会出場を目指すことになる。チーム内では通常、互いを先輩後輩の隔てなく、名で呼び合っているが、教師や他校の生徒からは、生で呼ばれる。柳川大附属川越高校通称は、柳大、川越、 第5話から第9話にかけて、新越谷高校野球部にとって、初の本格的な練習試合の対戦相手として、登場する。物語開始より1年前の夏、秋の大会で、朝倉の活躍により弱小校から、県内上位へと躍進を遂げたことが語られている。練習試合では接戦の末に新越谷を破り、公式戦での再戦を誓い合う。メンバーらは、 基本的にチーム内でも新越がやからも生で呼ばれているが、単行本第2巻の登場人物紹介では一部メンバーのフルネームが明かされている。県立影森高校全国大会県予選の初戦の対戦相手として、第13話から第21話まで登場。秩父地区にある高校で部員数、練習環境ともに厳しいことから編み出したスピーディな 試合展開を持ち味とする公式戦の最高成績は3回戦止まりながら、強豪校相手にもロースコア展開をするなど前線を見せていて、対戦した新越谷も前半は、その敗イテに苦しめられた。両友館、高校2020年4月から6月まで ATX 他にて放送された。作詞、作曲を、浅枝順、編曲を万葉が手掛ける。 メインキャストが野球に関連したことに挑戦するウェブ動画、TV アニメ、玉英予習大作戦。新越9のキララ野球だよ。が、YouTube にて2020年3月6日から2020年4月1日まで不定期配信された。2021年に本作の舞台版が公演予定。 2021年6月24日から6月30日まで東京都草月ホールにて公演予定。キャストは全てアイドルユニットラストアイドルのメンバーが演じる。ありがとうございます。